こんにちは、ダイスです。今回は最強ゴリランダーにいつものレイド用の汎用型鉄のカイナで勝つ方法についてをまとめていきたいと思います。ツイッターとかで鉄のカイナだとゴリランダーに勝てないっていう方も結構いらっしゃるんですけど、私がいつもレイド用で使っている汎用型の鉄のカイナだったら安定して余裕で勝つことができます。作ってるっていう方はぜひ試してみてください。汎用型の鉄のカイナの育成方法については過去に別の動画でご紹介しているので、気になる方はチェックしてみてくれると嬉しいです。それでは早速立ち回り方法についてご紹介していきます。今回のポイントです。ゴリランダーの攻略ではバリア全開した後ステータス消しがありますので、そこからが本格的な行動になります。鉄のカイナの場合は立ち回り方としては、最初にドレインパンチを3回してテラスタルをいつでも発動できるようにしていきます。ゴリランダーは成長を使った後攻撃という形で、ほぼほぼ 3,4 ターンでバリアとステータス消しをしてくるという立ち回りをしていますので、今回鉄のカイナに関しては初手腹太鼓したいところなんですけど、そこを我慢してドレインパンチで HP 管理をしてから攻撃に転じていく準備をします。そうすることで安定して立ち回りができます。鉄のカイナのいいところって腹太鼓で攻撃をガン上げした状態でドレインパンチ回復しながら打てるっていうところなんですけど、どうしても腹太鼓を初手でしてしまうと、その後のステータス消しでせっかくの腹太鼓効果がなくなっちゃうんですよね。なので今回に関してはドレインパンチを3回打って、でテラスタルできてから鉄壁を使っていきます。この鉄壁ターンなんですけど、一旦だけどうしてもステータス書き消しの前に打たなきゃいけなくなります。なんですけど場に残っているゴリランダーのグラスフィールドプラス鉄壁をかけていくっていうことで、ステータス消し前に HP が削られるっていうことを防げるので、わざとかけてるっていう感じです。で私の場合なんですけど、なぜか4ターンじゃなくて5ターン目にステータス変化の書き消しが来てしまったので、ちょっと余分にターンは使ってしまったんですが、ステータスを消された後に必ず鉄壁は3回マックスまで防御を上げるようにしてください。そうすることで後半ゴリランダーが使ってくる2回目の成長やビルドアップにも関しても対応できるようになります。で結構ですね、攻撃入ってしまって、素早さも下がったりとか、鉄のカイナの HP バーを見ても赤いところまで行ってしまって不安になったりもするんですけど、気にせず鉄壁で大丈夫です。途中急所に入ったみたいな形になってしまった場合には癒しのエールを先に使ったりもするんですけど、基本は鉄壁3回積んでから癒しのエールをして回復を先にするという形で間に合います。何回かやったんですけど、この方法が毎回できましたので、おすすめなのはステータス消された後の鉄壁3回積んだら癒しのエールで HP をなんとなく回復させる、でその後腹太鼓のターンに転じていくということがいいと思います。ドレインパンチここでしたくなるんですけど、基本的に汎用型で鉄のカイナ作ってる方だったらこの時点で300以上は HP が残ってるはずです。なので腹太鼓をしてもゲージ自体は赤ラインまで落ちてしまうんですけど、鉄壁を使ってることによって全然耐えられるという風になります。このターン私ビルドアップターンになったんですけど、攻撃受けてもあんまり減らないので鉄壁のおかげで、なので全然大丈夫です。鉄壁かけて腹太鼓したらもう一度癒しのエールでちょこっと回復を入れてあげてください。でここのターンなんですけど、本当は攻撃したいところなんですが、結構ですねここで攻撃しちゃうと倒れちゃうっていう場合が多かったりもするので、
癒しのエールを使うようにします。癒しのエール1回使うことで鉄壁がかかってるので向こうからのダメージが入っても耐えられますし、耐えた後テラスタルをしてドレインパンチを連打していけば HP がマックスまで回復しますので安定します。テラスタル後はもう腹太鼓もかかってる状態プラス鉄壁も3回積んであるっていう状態なので全く HP も減らずにドレインパンチでマックスまで回復しながら立ち回りができます。で今回鉄のカイナに持たせている道具なんですけどいろいろ迷ったんですがドレインパンチを後半連打できることが分かったのでメトロノームを採用しています。後ほど持ち物とかあとは攻撃の技、数値はちょっと今パッて思い浮かばないので努力値振りは出せないんですけどどんな感じの努力値のゲージなのかっていうところはご紹介しようと思います。で本当にですね多分なんですけど、周りのサポートがソロの場合は3体いると思うんですが威嚇持ちだったりとかハレバリーとかで麻痺とかつけてくれるサポートのね仲間がいれば癒しのエールで腹太鼓をサンドイッチしなくてもどっちか片方だけでいけたりしていました。一番良かったパターンは腹張りと一緒にケンタロスがいたパターンですかね。それが一番早く終わったしすごく安定してたなと思います。ただ今回汎用型鉄のカイナに関しては威嚇持ちのサポートがいなくてもいけますので結構ね余裕で勝てるんだなっていうのが個人的な感想です。やった感じだとアーマーガーの方がちょっと早いんですけど安定感は鉄のカイナ抜群なので汎用型の個体持ってるよっていう方はカイナの方がもしかしたら周回早く終わるかもしれません。はい、以上が鉄のカイナの立ち回り方でした。鉄壁に関しては技マシンで覚えますし多分いつも使ってる人はレイド用ってドレインパンチ普通に入ってると思います。今回ドレインパンチ PP 増やしたんですけど増やさなくても大丈夫でした。実際立ち回ってみたんですけどレイドですごく慣れてるので鉄のカイナは個人的には回りやすかったですね。ということで使った鉄のカイナご紹介していきます。テラスタイプは格闘です。持ち物は今回メトロノームの採用にしています。特性クオークチャージは使わなかったです。技は鉄壁とドレインパンチと腹太鼓この3つしか使ってません。冷凍パンチの枠は消すのめんどくさかったんで残してあるんですけど、入れてなくても全然大丈夫だと思います。鉄壁に関しては技マシンから覚えさせます。ゲージはこんな感じです。汎用型なんでもともと特防側に振ってあって防御ってそんなにいないんですけど254防御があるプラス鉄壁で底上げができるので、まあ、安定して余裕で勝てるという感じになってます。最強ゴリランダのために鉄のカイナを新たに育てようって思っている方はしなくても汎用型の鉄のカイナがあればいけますのでやってみてください。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。